ちょっと待ちください。あ、失礼しました。はい。今、画面上に示してあります、社会実験オープン沼津という取り組みがあります。で、この取り組み、皆さんご覧になったことあるかもしれないですが、画面向かって左側、オープン沼津2022ストリートという書いてあるのこれは今、パークレットがあるところで、昨年取り組んだ、取り組みになります。で、具体的には、今まで道路空間って言われる、いわゆる道路、歩道空間とか車道空間っていうのは、人が歩くところ、車が通るところっていう仕分けになってましたけれども、最近この流れが変わりまして、道路空間で滞留する、それからこの空間を使って楽しむという考え方が出てきました。これをまず試験的にやってみたのが、4月に行った、昨年の4月にやった取り組みになります。今、画面で出てますけれども、昨年の4月にあった内容というのを今、写真に写しています。多くの方が来ていただいて、イベントを開催したりというか、今、画面で出てますが、これ結構僕らすごく楽しみにしてた内容なんですが、向かって左上のところでは、子どもたちが座ってなんかこう談笑しているというのが出ております。それから、向かって右下、インスタですかね。若い女性の方々が写真を撮っている様子なんかも見れます。今、映っている取り組みというのが、今度は一昨年の10月から11月に、沼津の仲見世商店街で行ったオープン沼津ストリート、アーケードという取り組みになります。で、この取り組みも、この仲見世というのは、実際には道路空間なんですけれども、皆様が滞留できるように座る場所であるとかテーブルとかを設置して、で、ちょっと見ていただいて右上になりますけれども、人工芝なんかも敷いて、くつろげるような空間作りというのをしました。こういった空間をすることで、街中の活性につなげたりであるとか、今までと違った、沼津の街中を作っていく、そういった社会実験をやっています。これもオープン沼津でやった取り組みになりますけれども、4月に、一昨年の4月に開催した、飯舘でやった取り組みというのは、本当に出店を出したりとか、そういった取り組みだけだったんですが、仲見世で行った取り組みでは、見ていただいて分かるように、ピアノを置いてみたりであるとか、読み聞かせをしたりであるとか、ちょっとイベントなんかも加えてみました。これをやることで、人がどれくらい滞留するのかな。仲見世以外のところにも人が行くんじゃないのかな、そういった仮説のもとに取り組んで、実際にやってみたところ、多くの方が今まで以上に仲見世商店街にとどまって、それから仲見世だけではなくて、他の商店街にこう行くっていう、そういう波及効果も見られてたものです。で、その流れを引き継いで、今年度になりますけども、オープン沼津という取り組み、また続けて実施をしております。で、場所としては仲見世商店街であるとか、それから昨年の10月、パークレットというのを設置しましたので、そのパークレットとかで同じような取り組みをしました。で、ずっと今オープン沼津という取り組みの説明をしてきましたけども、この取り組みが行われる前では、こういったものっていうのを全て建物の中で完結していた取り組みになります。それをオープン沼津という社会実験をしていく中で、青空のもと、そういった光景というのが、外で行われるというところ、いろんなところにつながっていくという、そういう取り組みをしたものになります。これらもそうですね、社会実験の中の取り組みになります。多くの方々に来ていただいて、今まで沼津の街中で見ることができなかった光景を、見ることができました。今の図で示しているものになりますが、今、沼津市が中心市街地まちづくり戦略という中で考えている方策を表しています。で、向かって左側、一昨年の4月に開催したオープン沼津ストリートというのは、まず1箇所、点で、ここの場所で盛り上がる空間を作りましょう、活性化する空間を作りましょうという取り組みを行いました。で、その右側、
仲見世商店街にあった取り組みでは、これも一箇所になりますけれども、仲見世商店街で、街中を活性化する、人を呼び込む、滞留させる取り組みというのを重視。で、その次、2023年度のオープン沼津という中では、今度はその盛り上がった場所を、点と点を結んで線でつなげてみましょうという取り組みをしております。作りましたパンフレットと、それから仲見世商店街をつなげまして、今同じように社会実験を実施しています、中央公園までこのにぎわいを連続させる、そういう取り組みをしているところです。で、向かって右側、一番最後になりますが、将来においては、この場所も含みますけれども、中心市街地のまさに真ん中にある取り組み、この中で人が回遊する、滞留するっていう取り組みまで持っていきたいな。書いてあります通り、沼津駅周辺エリア全体が歩きたくなる、過ごしたくなる、人中心の街づくりをしていこうっていう取り組みを今しているところです。具体的な今の取り組みを説明いたしましたけれども、今後どのような取り組みをしていくのかについて簡単に説明をさせていただきたいと思います。先ほどお話をしましたパンフレットというのは、昨年の10月に飯舘さんの前のところで設置をしました。これも先ほどもお見せしましたけれども、新たにできたパークレットというところでは、見ていただいて分かります通り、人が座って会話をしたりとか、インスタをやったりであるとか、そういった取り組みが見られています。ここを食事をする場であるとか、いろんな使い方を皆さんにしてもらいたいなということで、パークレットの方を作りました。これもパークレットで見られた光景です。なかなか設置をしたのが10月の末になりますので、ひょっとしたら皆さんまだ寒かったりとか、風が強かったりであるとか、使われた方あんまりいないかもしれないですが、これからも暖かくなってきます。パークレットに座って、ぜひ沼津の街中で風を感じていただきたいなというふうに考えています。パークレットの中で行われている取り組み、それから今後考えている取り組みについてまとめています。緑色で示してある取り組み、今日お越しいただいている学校にもいろいろ協力をいただいておりますが、パークレットというのは、行政側が一方的にものの管理をするのではなくて、本来であれば、周辺の商業事業者の皆様方とか市民の方々と一緒になって、このパークレットを育てていく、居心地の良い空間にしていくという、そういう取り組みが必要になっています。今、暫定的にやっている取り組みとしては、今日来ていただいている高校生と一緒になって、ここの植栽管理であるとか、もしくはベンチとか椅子とかテーブルとかを拭いたりであるとかっていう、陳腐化させない、硬質な空間作りというのを今、高校生と一緒になって取り組んでおります。次のページです。パークレットと横断歩道を隔てて反対側、西側になりますけども、使われてない空間が今あるのをご存知かもしれないですけれども、この空間っていうのがちょっと今、十分に利活用ができていないものですから、ここの空間作りというのを今後、皆様方と一緒になってやっていけたらな、なんていうふうに考えています。沼津市としては、向かって左上にあります通り、駐輪場を設置したいな、もしくはここでキッチンカーとかを呼んで人が滞留できる空間作りをしたいななんていうふうに考えてますけれども、もし皆さんの方でこんな取り組みがあると、街が活性化するんじゃないか、人がたくさん来るんじゃないか、そういったアドバイスを受けていただければいいというふうに思っています。で、ここから先は、令和6年度、来年度に実施をしていきたい取り組みを説明させていただきます。ちょうどさっきもお話ししましたけれども、ここの敷地から道路を隔てた反対側のところ、今、UR さんが所有されている土地になりますけれども、先ほど申し上げました通り、ラブライブのカフェが更地になって、今度は令和6年度、芝生広場、街中実践広場というのが作られる予定になっております。駅を、南口の駅を降りてすぐのところに人が滞留し、くつろげる空間というのができます。で、合わせて、
UR さんの敷地と今ここのある建物を今の地下道でつながっておりますけども、これを横断歩道を作ることによって地上でつなげましょうという取り組みもぜひ来年度実施をしたいなというふうに考えております。沼津駅南口から中央公園まで道路で一本につながる、地上でつながるという取り組みを来年度やっていきたいというふうに考えております。これは UR さんの敷地のところの整備案になります。芝生広場を設けて、拠点施設というのも作りながら、ここで一日皆さんが日向ぼっこしながらとか、芝生に座って談笑するとか、そういった取り組みが行われるというのが実際に今、目に浮かんでいます。これを令和6年度の末、7年の頭ぐらいに実践できたらななんていうふうに思います。今お話した取り組みというのが、令和6年度、直近でやっていく取り組みになります。この中心市街地まちづくり戦略というのは、今ご説明した取り組み以外にもですね、実際には長期に向かって行う取り組みになります。その長期というのが、今予定では令和23年、現在の予定では令和の23年、これから17年後を目標としまして、沼津駅が高架化される、鉄道高架が進んでまいります。こういった取り組みをやっていくまで、どういった段階でやっていけばいいのかなというのを示したのが、中心市街地のまちづくり戦略というものになります。この取り組みが、皆さんのところ、なかなか周知が進まないというところがありますので、今日は会場お手元にオープン沼津という形で、英語の冊子をお配りさせてもらいました。こういった冊子であるとか、新たにまた VR なども使って、実際に今後、まずの未来がどういうふうに変わっていくのかなというのをお見せする機会もこれから作っていきたいというふうに考えています。これも来年度になりますけれども、こういった場であれば、皆さんといろいろと、まずの街中について対話をすることができますけれども、今までのやり方だと、市から皆様方に対して一方向の情報発信にとどまっておりましたが、来年度以降、皆さんと、例えばですけれども、コンピューター上でデジタルの中でやり取りをできるように、そういった仕組み作りを作っていきたいというふうに考えております。沼津市が一方的に街づくりを進めていくことができないものですから、ぜひ市民の皆様方、事業者の皆様方からさまざまなご意見をいただきまして、街づくり戦略というのを進捗させていきたいなというふうに思っております。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。今説明させていただいたみたいですね、沼津市、これまで社会実験等で、UR 資産の保有地の整備とか、地上高とか、ハード面にもだんだんと着手をしていく、街の変化がどんどん見えてくる段階になっています。ただ、こう変化していく中で、どういうふうな街になっていけばいいかというイメージがつかないところがあると思いますので、会議の中でですね、街中のイメージをどんどん作っていければと思いますので、こんな形でお話ができればと思っております。すみません、続いてプログラムのですね、ゲストトークに移らせていただきます。ゲストの三上徹様にですね、まちづくり、ランドスケープアーキテクトの視点ということでご覧いただきますので、よろしくお願いいたします。みたいです。今日こんなお招きいただいて、みたいな話させていただいてありがとうございます。このまちづくりランドスケープアーキテクトの視点っていうのは、もしかして私がそのタイトルつけたのか、ちょっと忘れちゃったんですけれども。まちづくりで4番クロストーク、人中心の魅力ある場所、人中心ってなってるんですけども、ランドスケープアーキテクトとして私がやってる仕事をですね、そうですね、今日45分、50分くらい目指してまとめたいと思います。で、
人中心の話なんですけれども、ランスケープアーキテクトの仕事の大きな一つの役割は木を植えるということですね。で、私、建築学科に行ったんですけれども、なんでこのランドスケープの方に来ちゃったかというと、人が嫌いだったというか、まあ、沼津から東京に行って、渋谷の交差点で酔って気持ち悪くなった。で、山手線に乗ると、どこに人がいっぱいいて、どこに迷惑かけるんです。で、あ、沼津ってやっぱり沼津で育ってよかったな、やっぱりそういう自然があったから。で、自然や自分、まあ、単純に木があるということを外して、町っていうのはないんじゃないかということが一つポイントとしてあります。で、目的のない空間が、町はですね、今、活性化で人がいっぱい使わなきゃいけないっていうんで、なんかプログラムのある場所ばっかりで、だけれども、何にもない場所っていうのが、街の中にはなきゃいけないんじゃないかな思ったんです。で、事例を3つ話します。それから、まあ、人的にその風景、こうなったら欲しいみたいなことを言った。セントラルガーデンっていうのがですね、あ、これ。できた1989年から設計が依頼が来て、これは私の発案でどうなんじゃないその時思ってます。でもその頃ですね、バブルですね、こんなですね、ビルが立ち並んで新幹線の駅の隣なんですけれども、よく50メートルの場所をですね、樹木だけで埋め尽くす。これが人々の生活に大事じゃないかなと思ったプロジェクトです。で、これは今、沼津のこう人中心の、町って、それには車交通をどうするかということが大事で、これもですね、もう1980年に、南西特化します、東大の川崎先生が、道路、代替化という車周り、それから地下を通すということで、この新幹線の操車場だったということですね。歩行者大空間、歩行者だけ、地面の上は車いないというそういう街づくりをしよう、1983年に計画決定されたんですね。私は89年ぐらいに呼ばれて、じゃあ、人中心の場所ってどうすみますか？聞かれて、人も同居人もいっぱいいるから木だけでいいよっていうふうにですね、品川千本桜ってですね、なんかとにかくこうピンをバーって並べて、樹木だけあるような場所を作った方が、こんなビルが建つならいいんじゃない？言ったらですね、品川区港区の区の方も賛同してくれて、ここの、大手不動産の方もですね、賛同してくれて始まったプロジェクトです。マイクが不調で変えた方がいいです。それでもこれだけ450メートル、幅50メートルのオープンスペースで、ここはもう桜だけ植えて名所にすればいい、さらにこうお堀作って、ですけれども、最終的に13年かかって2003年にこれ事業主同士のいろいろな綱引きがあって、これ話してると非常に長くなっちゃうんですが、桜がなくなって桂の木を、200本ぐらい植えました。で、桜ではなくなったんですけれども、桂をずっと並べるということで、秋になればそれが紅葉すると。
それから冬になってもですね、よく落葉樹は寂しいっていう方いるんですけれども、例えばカツラなんか冬になると新芽が出てきてですね、春に向けて赤銅色のこう枝がこう重なり合ってすごく綺麗な、何て言うんですかね、明るい空間ができるんです。こういうこの450メートルが四季に合わせてガラッガラッと変わっていく、それを見てもらう、それでこそ人中心とか人がいられる街なんじゃないかなというふうにその時から思ってたんですね。で、ここに常緑樹の白樫がこうあるのは、これ南北に長い空間なので、季節風で風、ビル風が、巨大なビルが立つので、ビル風が吹くだろうって言って、防空の、常緑樹を入れてます。で、もう最初はですね、都市を活性化させるイベントやお祭りを開こう。特にバブルの時期でしたから、そういう話でしたが、これは私が後から考えた言葉です。その時ですね、10年間一生懸命接客してやってたの、無用のよう。何かをする場所ではない、そういう場所の、必要性っていうのを認識して、まちづくりをしなきゃいけないんじゃないかなと思ってですね。で、最近の Google Earth ではこう秋の写真が出てきてですね、こういうふうに、カツラの木が群植されている場所ができました。で、これはですね、紆余曲折全部話すと長いんですが、これだけの9事業種、こっちは3事業、11事業種がいてですね、それから向こうは港区の公園で、こちら側は品川区の公園、区境がここにあるんですね。敷地がいろいろ分割されてるんですね。それを全部まとめて、各事業種が公開区域を出し合って、この一つの大きな場所を作りましょう。で、それは全部木で埋まっている場所です。で、人は出てきたければ出てくればいいんじゃないですかというふうに説得する。ここには大手ゼネコン、大手設計会社の人が入ってきて、でもなぜか30代の私の意見をですね、ずっと尊重してくれて、皆さんがこう頑張ってですね、これはですね、実現しました。で、こんなふうないろいろ長かったんですけれども、その間にどうなるかっていうとですね、これ上が私が描いてた絵なんですね。もう樹木が並んでればいいんじゃない。あとは勝手に人が来てくれて、そこで過ごしてくれる。ところがですね、途中でですね、何回もこういう案が出るんですね。真ん中にはやっぱり見たいです。イベント広場入れましょうよ。で、こっちは都会だからなんかバラ園にして、この辺は住人が多いから子供の遊び場があって、おでんなんですね。こう長いから、いろんなネタがないと持たないじゃんというような案が何回も出てきたのを、で、こういう案が出てきて、いろいろ楽しいテーマが入るんですね。私が樹木だけ並べてる空間ってつまんなくて、こう無味乾燥に見えるんですね。で、それを、いや、そうじゃないというのをどうやって説得したのか、あるいは私のイメージを汲んでくれた大手事務所の人や、区の方たち、開発者がですね、進めてくれたんだと思います。で、最終的にはですね、各事業者が、私はアメリカから帰ってきて、これやったときに、これが日本かって痛感したのは、大きなで会議室で、素晴らしい、じゃあみんなで一体化した空間を作りましょう。会議が終わった後に、廊下で見たりするんです。うちの、ビルの前だけちょっと広場作ってですね、会議の後に個別に相談が来るんです。で、しょうがないので、こういろいろ形を振ってですね、お宅のビルの前でこれ3区の広場がありますとかですね、いろいろ言って、結局は樹木をざーっと並べることになんとか成功しました。で、この樹木の並び方はどういうことかというと、カツラの木がこっちが6、こっちが6.5メーター、こっちが7メーター、樹木のピッチっていうのがあるんです。ですから、ここの空間は、このカツラの木に、それぞれ伸び伸び育つために一番いいピッチで木が植わっている。人間の理屈ではない。ですけれども、これ作ってみたらですね、
こういう高層ビルで見下ろされている中で、それぞれ人がですね、自分のスペースを見つけるのにちょうどいいピッチだったな、というふうに後から思いました。で、皆さんここに出てきて、ランチを食べたり、保育園が近くにあって子供を遊ばせに来たりしてます。でも今はもう、こう木がうっそう、うっそうってですね、大きく育って、木はこう幾何学的にざーっと並んでいるんですけれども、その形っていうのは、これ照明がついた時だけわかんないですね、感じになってきています。で、もちろん樹木だけ並べればいいというのはコンセプトでしたけれども、それぞれこう水落ちと水のテーブルがあるところで、マクドナルドがあるんですが、マクドナルドで食べられる場所を作ったりですね、これ水のテーブルっていうのを作ったんですが、あるいはこういうですね、今ここの地下が地下駐車場と地下通路であるから確保されている、歩行者台とか。なので、こう排気筒がいっぱい出てくるんですね。排気ガスとかですね。あるいは地下の機械のですね、排熱ですね。で、そういうものの煙突を隠すというか、カモフラージュして、東屋としていくつかこう作りました。こんな感じですね。排気筒と吸気筒がある。で、これは一つ持ち上げられた場所なんですね。で、これは光のコリンというふうに名付けて、磨いたステンレス板を使って木が映り込んで、こう、不思議な場所ができています。で、先ほど見せた写真ですけど、2003年竣工した時ですけれども、その後ですね、箱根宮司さん、ここを管理してくれてる方とずっと面倒を見てですね、こうなるまで、ずっと桂の木を、ここ各社が資金を出し合って一つの管理組合を作ってくる。それでこの樹木の面倒を見てくれてるんですけれども、2018年これぐらいになったので、これ19年の写真ですが、なんか木を大きく育てましたでしょうみたいですね、造園学会賞っていうのをいただきました。で、まあ、木があるふうに大きく育って下で何が起きているか、これが私がやっぱり目指したここをですね、昼にこう行くと、もちろん木の影がこう落ちてるんですね。で、床に木漏れ日が映って、頭上にずっと葉っぱがあって、それがうごめいてるんですけど、それが影に映って影がずっと動いてる。そういうところにいるということが街の中である。これはすごく大事なこと。そこに何しに来るわけでもないし、ただちょっと歩きすぎるかもしれない。でもその一瞬の感覚、これはね、すごく大事じゃないかというのは我々の仕事です。もう本当にベタな感覚なんです。10分で話す。一事例10分で話すですね、今日目標なんですね。あ、2番目。はい。で、樹木を育てるので、当然、時間軸、なんか今、町がこうなって、そういう将来こうなるかな、あるいはこの木は何百年前からあるのかな、何十年前からあるのかな、こう時間の流れ、この町の歴史って言ったらちょっと大げさですけど、時間の流れが見えてる町っていうのはいいな、というふうに思ってるんですね。それで、これはこれもちょっと大きなプロジェクトで、東京ガスが、ここに豊洲市場が移って、これ、2010年なのにまだ市場で、ここの空き地を多く東京ガスが持ってて、で、東京じゃ開発する、じゃどういう都市計画にするかっていうときに呼んでもらって、我々が出したのがグリーンクロスですね、また木を植えるのかって、まさにそういう話なんですが、これは2014年ですね。あ、もう、2014年に一つ、森を作りました。それは、これなんです。もう、市場ができかかった、豊洲の、市場が移る時で、建設しているところです。で、巨大な空き地だったんですけれども、
そこにこういう木材のフェンスがバーッとできてですね、できたら向こうの、東京側の隅田川の向こう側のビルがですね、なんかこう庭の石みたいに見えてきて、一つの景色ができたんですが、これは何かというとですね、じゃあここで森を作ろうというのが都市計画に入れてもらったんですね。また建物はどういうふうに建つかわからない。だけど森を作ろうというので、ここを植樹した。ところがこれ、東京はですね、ものすごい風が吹く台風。その風から木を守ったフェンス。それを忽然とそこに現した。で、キーワードはですね、東京なんかだと、公海クイズだなんだ。緑がなんか多い街、すなわち緑がお化粧に使われてる街っていっぱいできてるんですね。だけれども、街の骨格が緑でできている街。これがないといけないんじゃないかというふうにキーワードを出しました。で、街づくりというのは建築土木が主導になるので、建築や道路が風景、そうじゃない、緑が風景を構成する。自分がどこにいるかよくわかる。街の構造が並木でわかるみたいな。それをキーワードにした。でも樹木っていうのは育つのに時間がかかるんですよ。でもこれがね、すごく効果を生むと思います。なので、一つはみんなでこう考える。空き地が風景になる。常に街っていうのは作り続けてるんです。あるいはリノベし続けてる。で、空き地っていうのは当然あちこちにある。ここは巨大な空き地です。で、空き地、草がぼうぼうに生えてて、バッタもいたりして、いいじゃないっていうのがランドスケープアーキテクトの感覚です。ここはこれから開発して地価が上がるなんていうのを考えてるのが不動産とか建築の人たち。まあ、空き地が風景だ。で、それを緑化しな、森を育てなきゃいけないので、緑化技術っていうのいろいろ開発されてて、それは裏役なんですけど、それを表に出してきて、それが風景になるといいなと思うので、こういう木柵フェンスを、これは海浜林、千本松原とかですね、海浜林を育てるための防風フェンスの標準ディテール、それをそのままコピーしたものですけど、それを、まあ、ペンキ塗ったりしてきれいに作ったものですね。で、これ東京ガスの担当者の方ですね、グレーにしようか白にしようか、結局白だけにしたんですけれども、まあ、こんな楽しくですね、まあ、ものすごく安い構造。で、そういうものを現地で作りながらフェンスを作る。で、大事なのが誰が木を植えるか。まちづくりの開発事業者たち、東京ガスのお偉いさんたち、で、私はここで偉そうに話してます。あと、まちづくりのトップに立ってた内藤博先生、あと大学の学生、それから造園業者、みんなで何回か集まってですね、この中に、木を植えてきました。これオンサイトの事務所にも何でとかこう借り出されて、で、これが大事なんです。この辺は加藤さん、島田さんがすごい得意な領域だと思うんですけど、やっぱりこれがないと誰も木を植えに来ないっていうですね、大事な業務。樹木を植えて、また面倒を見る、それから除草するみたいな、イベントが楽しいっていうふうになってないと木が育たないんですね。樹木の苗木っていうのはすぐ雑草に負けて、手入れして、そんなこんなでやってるとですね、この辺の木はですね、苗木だと本当に何やってるか分かんないから、みたいな、ちょっと何本かは大きい木植えときましょうよって言って、植えたのが頭を出す。これ、向かいの、ゴミ清掃場の配置で木が余ったというので移植したんです。で、こうフェンス作ってたらアーティストが来て、じゃあこれアーティストになんかペイントしてもらったらいいねってこう、アーティストがペイントしてくれたりですね、あるアーティストが来て、なんか浮き輪をつけたり、こんな道具ですけど、本当に空き地が風景になるようにアートイベントもございます。これ、もう素晴らしいアートが、まあ、本当に動物がいるみたいなんですよ。単にこうベニヤのペンキで描いただけなんですよ。横に曲がってただ板が立ってるだけですよ。で、こんな夜景も現れました。
で、空き地を風景にするって一生懸命言ってたって、事務所の年賀状に作って、ポストカードって誰も作ってくれないんで、自分で作ってこう年賀状にしたりしてました。そしたらですね、これはその後防空フェンスの前にデッキを作って、コスモスを植えて、土壌改良しようというような動きも来たりして、それが2014年になると、キッチンカーが来たりして、作ってくれる。このやっぱり森を作ってるっていうことが核になって、人が呼べるようになったんですね。で、これが2022年のつい最近です。こんだけ育ちました。で、最初に植わってた大きな木はみんな枯れました。やっぱり苗木から育てないと木って大きくならないんですね、根を張ってですね。で、今、向こうのビルも消すかぐらいだんだん木が大きくなってきて、そうなるとですね、皆さん、もうここになぜこんな鎮守の森みたいなのがあるかよく知らないんですけど、いろんな人が来て、周りを使ってくれるんですね。これが2014年植えた時ですけど、今、この中に踏み入れるのはですね、もうこんなでですね、本当に、これたった10年、本当10年経ってないんですね。まあ今10年経ちましたけど。樹木っていうのは10年でかなりの存在感をアピールしてくれる。私はこの2014年の時のこのミニマルな形が好きだったんですけど、こういうアート的な写真はもう撮れずにですね、周りもビルが建って、なんですけど、なんとか見せて伝えようとして、最近ですけど、おととし、森を育ててますっていう東京ガスが報告したんですけど、森を育ててますって、森の字がこっちに来ちゃって、ビルに隠れるので、育ててます、森っていうのを先に書かせてもらいました。で、今はですね、この周りになんかクラブとかですね、なんかそうですね、会員制クラブとか、なんかこう、スパとかですね、いろんなものがこう森にへばりついて、周りにいろんな使い方をしてくれる人が出てくれるようになりました。それからグリーンクロスって言ってたんですね。ここに森をこう、今度こっちが次の計画地なんですが、鎮守の森が先にあって、それに合わせて建物が建ってくるようにしようって言ったんですけど、もう一つにたすき掛けで、ここは桜並木にしようですね。品川で桜やり損ねたって、じゃ豊洲百本桜に神保桜にしましょうって、コスモスで土壌改良してたのがあったりと、桜を今後植えていく場所とかも、これもゆっくりゆっくりしたスピードです。でも最初に植えた桜はこれぐらいになっててですね、ちょっと桜が咲いた時の写真ないんですけれども、だんだん木が育っている。で、町づくり、町の開発とともに木が育っているという感じもいいなというプロジェクトですね。次、お願いします。じゃあ、あと一つだけ、もうちょっと、この沼津駅前の中心地に近い、話をさせていただく。これ、柏の葉って、成田エクスプレスですね、秋葉原からですね、が通ってですね、千葉県にあちこち駅ができて、で、千葉、私が前勤めていた千葉大の近くに、柏の葉キャンパスシティ駅というのがここで成田エクスプレスです。で、ここは実は全く何もない空き地だったんですけど、そこは再開発でも何でも全く本当に一からの開発。その中でどんな仕事をしたか。ここはですね、全部ゴルフ場跡地で空き地だったんですね。ここだけ千葉大が、こっちは柏の葉のレイジでしたっけ、練習場があるんですね。この辺全部空き地だった。この周りを、なんか、だんだんで、最初私、三谷さんですよ、ここに石の舗装するんだけど、どの色の石がいいか選びに来てください。こんなの私がやってる仕事じゃないんだけどと思ったので、呼ばれていって、相談に乗ってるうちに、なんかこう、全部やってで、最初はですね、駅前に、もう何の都市計画もないうちに、アメリカのデザイナーがショッピングモールを作る。もうバーンと出来上がり始めて、駅前こんな感じでした。で、ここを、じゃあどうしようかというときに、ちょっと樹木寄りの話に偏りすぎてるかもしれないんですが、
東京じゃないんだし、郊外に来たら、つくばエクスプレスも来るし、バスやタクシーも来るのは、なんか林の中に来るような駅前ができたらいいんじゃないですか。いうので、木立と浄化するシェルターみたいな話を、これがコンセプトで皆さんに見てもらって、こういう絵を描くとすごく大事なんですね。なんか風景を出す。ただし、もう道路計画は決まっていて、これ線形は決まっているので、どこに樹木を植えるか。そうすると警察が出てきて、視認性がどうのこうのとかですね、消防署と警察がいつも前に立ちはだかるわけですけれども、なんとかやらなければいけない。それからバスシェルターですね、バス停のシェルターを折り紙細工のように作りましょう。この2つをやりました。で、最終的になんとか、これ実はですね、市がですね、バスがたくさん来るので、全部屋根描きたいって言ってたんですね。だけど、雨が降った日は傘さして、そんな何でも雨に濡れなきゃいいかって、そんなこと、こんな東京じゃないんだからって、バス停のとこだけシェルターがあればいいんじゃないかっていうんで、ポツポツ行かせてもらって、木立を作って、全然雨を塞がないんですけど、緑の大屋根を作りましょうって言って、ごまかしてですね、大屋根じゃなくて木立にしたわけですね。で、これを折り紙細工みたいに作ったんですけど、またこうなるとですね、いろいろ行政の方、行政の方、道路課の方、警察の方、いろいろ出てきてですね、これは通行の邪魔になるんじゃないか、斜めの柱に頭ぶつけるんじゃないかとかですね、いろいろ言われて、いや、そんなことありませんと、全部こう証明しなきゃいけないんですね。で、まあ、紆余曲折ありまして、でもなぜこういうものをやったかというと、バスがやってきて、バスの運転手さんが慎重にバスを止める。テクニック、私もすごいなと思ってる、オーバーハンドですね。で、まあ、子供の時車好きだと、バスの運転手がこうピタッと止めるのすごいなと。それがこのフレームの中に入ってくる。だバスやタクシーだって、敵じゃない。風景のすごくいい役者になってくれるんだ。もんで、このピクチャーウィンドウでバスがきれいに入ってくるのを目標にこのフレームを作りました。で、シェルターがあるところに全部座るところとか花壇とかそういうものを集めてですね、横が人が広々と歩ける場所、柏の葉っていうこの字もですね、アーティストが来てやってくれました。で、必ず座るベンチがあって、これ市民が花を育てている市民の活動が、そういう花を置く場所もちゃんとデザインして、そういう活動が引き継げるようにしているというものです。で、ここで私がまたちょっとへそ曲げてっていうかですね、なんかちょっと特徴を出してやろうと思ってですね、木っていうのは根っこがあるんですっていうんですね。建築家とやってて木に根っこがあるっていうことがなかなか理解されない場合、じゃあこの木を守るブレーチングっていうんですか、杉さん、これちょっとあえて大きくしてですね、5メートル角ぐらいなんですけど、ちょっと大げさに大きくしすぎる、あるいはここも浮き床でですね、樹木の根を、それが全部デザインの基礎になるように考えたりします。で、あるいは、これは建物が、東大の建物、ショッピング、それからホテルとかいろいろ建っているんですが、その建物で囲まれたところの広場を作る。建築家もそれぞれプログラムに応じて違う表情、それをまとめるためにこの屋根を、大屋根をかけて、建築を隠しちゃったんですけど、まあ、建築家がよく許してくれた、まあ、ここでやったら建築家は非常に共同してるんです。いいよ、私の建物隠していいから、ランドスケープのこの屋根でまとめてくださいと言ってやらせて、で、事業主がですね、シンボルだから、とにかく全く出たんですけど、大きな木を植えたいっていうんで、埼玉とか群馬とかあちこち探して、ある農家さんが持ってた欅の株立ちを見つけてですね、譲ってくださいって、まあ、譲ってくださいって結構なお金で買ったんだと思うんですが、ここに植えました。で、その時に、
この木が枯れちゃいけないと、普通広場の舗装のところにポンと植えるんですけども、ちゃんとマウンドを作って、根鉢をあげる。こんな話をしてるとだんだん、でもこの広場もいろいろスタディしました。10や20模型作りましたと話してたら、横から商人が、大将、そんなちょっとじゃないですよって苦労した商人が怒ってました。で、広場から持ち上げて根を入れて、高くなってしまうので、それにテーブルをつけたんですね。そしたらですね、結構塾帰りの子どもたちとか、買い物のお母さんたちとか、このテーブルで待ち合わせしたりして、で、こうやって使ってもらうと、ここにいろいろ虫が来たりですね、木の根元で何が起こっているかっていうことが、あんまりこう見ないんですけど、ちょうどテーブルの向こうに樹木の根周りにいっぱいいろんなことが起こる生物ね、そういうのが目の前に見える空間ができました。私たちこう設計しててですね、意図してないことも起こるんですね。それが嬉しい。で、これは先ほど見せましたけど、こんな話になって、でもこういうディテールっていうんですかね、こういうものを丁寧に丁寧に作っていくことが街の品格を上げていくっていうことかなと思うんですけど、これは上野公園で発見した前川邦夫さんなんじゃないかなと思うんですけど、この1枚がちょっとこう傾いても、自分で落ちようとする力でお互い支え合って、下の空洞ができるということなんですね。それをこう面白いなと思って、コンクリートの PC が並んで、金属の輪っかで締めるだけで、下に空洞ができるんです。なので、中にこうした散水栓とか電気とかいろいろあるんですけど、根には全く圧力がかからないで、木の根は、守られる。そうやって木にすくすく育ってもらいたい。それで人の町ができるんじゃないかなと。で、日本だとですね、樹木の根周りもあして、バリアフリーとか、ユニバーサルデザインって言ってですね、舗装がめくれて、ガタガタして転ぶと我々の設計者の責任。けれども、これボストンの見物ですけれども、ボストンの人たちは樹木が根上がりしてレンガ舗装をこう持ち上げていくこの風情をすごく大事にした。これは樹木が育っている古い町であるということを彼らは誇りにしている。日本で私はあんな一生懸命根を守らないで、どんどん木の根がですね、舗装を割っていくような町、それも大事なんじゃないかな。あちこち言うんですけど、今のところどこのプロジェクトでも取り入れさせてもらってます。これはですね、こういうモチーフをですね、官民協会をまたぐっていうのが一つの目標で、人のここもストリートライフのある街っていうのがキーワードだったんですね。で、官民、一緒に、歩道を歩く場所、歩くだけを目的の場所ではなくて、いられる小さな庭が連続した場所にしよう。で、これもボストン、ケンブリッジですけれども、日本と逆なんです。こっち、店舗がするとなる、こっちがみ、こっから民事。で、こっちが幹事。で、ケンブリッジ市が一生懸命街路樹を植え、テーブルをセットして、パラソルがある。で、こういうものが、官が運営して、市が運営して、民事何もしない。民事の人はもちろん何か出してきてもいいんですけど、官地で行われている賑わいで、自分たちのお店の前が賑やかになってるんですね。今、だんだん道路空間の再配分で、日本も今、この動きに、今でも取り入れようになってます。これ、柏のキャンパスティの仕事を始めた頃ですね。こんなだったんですけれども、ここが、こうなりました。で、やっぱり重要なのは、道路側に家具が並べる。これも相当、市からはですね、問題視されたんですけれども、ここの事業主が、
我々が管理の責任の一端を担いますということで実現したものです。で、こうやってですね、道路側に、こういう空間、場所をしつらえていくと、何が起こるかっていうとですね、これ、民事で、くつろいでくれてるような女の子がいるんですけれども、ここは歩行者がある。ここにまた、ゆったりしてですね、その向こう、自転車専用道に自転車が行く。その向こう、バスやタクシーが走ってですね、いろんな速度っていうか、交通機関の動きが街の活気なので、それがこう重なり合って見えるっていうのは、大事なことじゃないかなと思います。あと、照明です。まあ、照明もすごく大事で、直接、眩しくならないような照明器具も一生懸命設計しました。で、このポール灯はこのプロジェクトで初めてこうパンチングメタルで作った、ろうそくみたいな、まあ、これも照明器具の設計なんですけど、大事なんですね。また行政が、警察が喧嘩バラバラに建てたいって言ったんですけど、等ピッチで均一照度を得るっていうのは、もう警察の是で、それじゃなくて安全性、ここ歩道ですから。歩道だって人の街だから、明るいとこあり、暗いとこありの方がいいんじゃないですか。で、こうバラバラに立てるっていうのに、またこれは歩行者の邪魔にならないとか、視覚障害者の方がちゃんと行けるとかですね、なんかいろいろ全部証明しなきゃいけないんですが、まあ、一生懸命証明しました。それでこういうふうにですね、バラバラバラと。そもそも街並み自体が暗い店があったり、明るい店があったりする、照度で強弱があるのが、人の営みが見えてる街だとですね。話がですね、ちょっと飛びますけど、私驚いたのは、まあ、歩行者専用空間でミュンヘンのノイハウザースラックス、有名ですけど、ミュンヘンが全部こう車を街から追い出して、街の中心は歩行者だけのところに取り戻そうプロジェクトは1972年です。実現したのがですね。で、ちょっと私、写真を持ってきてるのは、ここ、バスやトラックがひしめいて、排気ガスが濃厚になって、人は脇に押しやられているという状況の写真があるんです。で、こんな街はダメだ、ミュンヘンが立ち上がって、こういう、で、それでヨーロッパの街はどんどん成功して、世界中から観客が集まるように。で、そこに、その都市計画を聞きに行ったときに、驚いたのが、都市計画決定した1952年です。で、ミュンヘンの人はずっと待ってて、1972年何が、ミュンヘンオリンピック。ミュンヘンオリンピックで巨額な国家予算がミュンヘンに投下されることになったことを使って車を追い出す。で、それ聞いたときに、東京は何する。東京オリンピックで予算がついたときに、このアジアのベニスと呼ばれてたんですね。東洋のベニスと呼ばれてて、お堀の上に全部首都高を作って、車中心の世界でした。日本は半世紀遅れてる、その時思いました。で、ちょっとお話ししたいのが、で、そういう歩行者中心の、通りを作るに、いろいろランドスケープアーキテクトが活躍してる、ローリー・オールがですね、私の先生です。1982年、デンバーの真ん中に、16th Street ってのがあるんですけど、これすごく綺麗なんです。これ何がいいかっていうとですね、コミュニティバスがあって、歩行者もいる。歩行者、バスの通路、まあ、コミュニティバスですから、非常にゆっくり。で、ここ実はスラム化してたんですけど、このプロジェクトで一気に蘇って、地価もすごく上がって、たくさん店が開業して、で、真ん中がまた人の空間になってるんですが、歩道も車道も全部石畳で、ローリー・オールっていうのはイギリス人で、彼が来て何かプロジェクトって、街の質がすっと上がる、それ地面がすごくきれいに作られる。で、街にとって樹木も大事ですけど、地面大事。で、ローリー・オールは大学の講義で、ペイブメントって舗装は樹木の影を映すスクリーンであるって何回も教えてくれたんですね。で、こういう仮設のものでとか噴水を使って、
バスを通したり通さなかったり、場所の、区分をしてるんですね。非常に新しいか。で、まあ、ここまで言うとちょっとマニアックなんですけど、私いつもレクチャーするとこれ話さざるを得ない。日本の縁石全部コンクリートです。コンクリートピースの縁石のこう車椅子を見るために切り下げてあるというのがちゃんと日本もある。でも日本のピースはこっからここまでです。こっからここまでワンピース。さすがローリローリンが石を知ってるな。ここで切って、この下がってきたラインが平面に飲み込まれている、ここが石として一番綺麗です。ここでカーブが変わるとこが一番綺麗です。そういうふうに丁寧にものの形とありようを見極めて作っていくことで、こんなちょっとしたことで街のグレードがすごく上がると思います。まあ、この石畳も素晴らしいなと思さて、37分の話してしまったので、あとはちょっと沼津に対する個人的なよもやま話ですね、終わりにして、後のネタにしてもらえればいいかなと思います。ように終わりました。あ、4番ですね。沼津に行ってるんで。すいません。なんか景観構造とか、なんか偉そうなこと会社って大した話じゃないんですけど、1978年。私は高校生でした。これが私で、これは西田君、ガニウドです。で、あそこポコッと見えてるのが、内象山の神木山です。で、こういう風景の中で育って、東京に行って、人嫌いに、都会嫌いになってランドスケープやってるわけですけれども、沼津は、山がポコポコあって、多島家って瀬戸内海とか松島。あれは日本に非常に特有な島が海辺にたくさんある、名所のイメージなんですけれども、実に沼津っていうのは、神木山、野添山、須田とか、ポコポコ、大平山とかあってですね、ここは本当は沼津ですから、沼では海だったんですね。で、それが大きなだるま山、箱根とか飛鳥山で囲まれている。これは国土地理院の標高地図で作るとすぐ分かります。で、これを大事にしたい。で、伊豆の国市に葬祭場、火葬場の仕事を頼まれて、その時は市長がですね、とにかく弔いの場、富士山がバーンと見えるところにしましょうということで、建築は山下設計で私たちが周りの森とかランドスケープやって富士山の風景をどう取り込むかのもやったんですけど、その時私が、でこれはこういうペットの葬祭場が上から見えて富士山見えるんですが、こっちの方が恐怖だったんですね。ずっと田んぼが広がっていて、まあ、住宅地山がポコンポコンと日本昔話、こういうとこで皆さんと伊豆の国の人たちですね、生活して、でここで弔いを行う、こっちが見えなきゃいけないなと思いました。これ沼津もそうだと思います。まさにですね、こっちは夏草なんですね、こっちは冬並みですね。まあ、ちょっとこうやって標高差を作ってしまうと、確かに潮岬、下神木のあたりはですね、海岸沿いより低くて、一回水が入ってくると、こっち耐水するなっていうのも見えてくるんですけれども。まあ、こんな地勢を読むっていうのはランドスケープの仕事なのでよくやります。で、もう一つは、日本はの名所図で必ず出てくるのは弓ヶ浜、こうアーチ状の浜です。で、これを、これは千本浜ですけれども、私の道になった前の大沼市長が自分で撮った写真。弓ヶ浜がですね、たくさんあるんですね。1、2、3。大中小になりますね。
で、これも非常に特徴的じゃないかと。この曲線を大事にしたいというのが私の思いです。これ、タビはこの防波堤をドーンと作ってしまってですね、まあ、これ神奈川放水路の先なので守らざるを得なかったのかもしれないんですけど、私はここに家族でうちの母親が連れて行ってウニ取ったりですね、これお弁当を食べたりして、淡島もすごく綺麗だったんですけど、今やこの防波堤で何も見えなくなってしまう。あとですね、この曲り川っていうのも名所風景にすごく書かれていて、なんとですね、川一級河川が市街地を U ターンしてくる。これ意外とないんじゃない？この環境のグループ U ターンしてくる。で、もちろんデルタ地帯の一級河川は蛇行してますから、新潟とかですね、曲り川とか、北上川ですね、平泉とかですね、蛇行した川の風景って綺麗なところあるんですけど、U ターンして戻ってくるって不思議なところは、日本にあと何箇所ぐらいあるだろうって、ちょっと今回調べようと思って、見たらですね、日本に一級河川は1万4000いくつありますとか出てきて、くじけてもうやめましたけど、こういう川のね、これ神奈川のあり方っていうのは、まあ、この島っていうのせ、あのおかげで、なかなかないんじゃないかと思うんですよね。なので、今、市の方とやってるパンフレット、これ、ニーバッパ、ごめんなさい。あそこは抜けちゃった。プロジェクターが抜けちゃったんです。パンフレットの神奈川がこう回って、海の方に行く場所がですね、写真が欠けてるの、もったいないなと思いました。ちょっとお見せしたいスライドがあと2、3枚あったんです。頑張ります。はい。よかったです。すみません。気をつけて。じゃあ、あと数枚で私の沼津よもやま話終わろうと思います。これ今ちょっと暗くて見にくいかもしれないんですが、明治大正の時の沼津ですね。まだ高地整備ができたら本当に沼みたいですけど、水路がたくさんあって、まあ、水田と畑地になっているわけですね。で、高地整備がなされて、その後市街地化されて、2つの軸があるんです。で、その軸の交接点に、まあ、市役所なり今回の中央公園が、左側が明治大正、こっちは昭和になってからです。で、この時にこの軸が現れたんですが、いつも思ってたんです。この発見道路、いろいろ多分郷土史に行くと、ちゃんとあるんだと思って、まあ、これは沼津の方には社会に説法というか、私だけは知らなかったのかもしれないんですが、発見道路っていうのはこの軸をどんどん代表してですね、で、今の地図でも幹線道路として書かれてるんですけど、この発見道路から富士山見えますよね、こうなってるんです。で、発見道路の正面に富士山の山頂があるこの前から、私はしてあいいなと思ってたんです。今回地図に落としてみたら、なんとそうか、葦嵩山も火山で、この葦嵩山は山頂がどこかわかんないけど、とんだこう火口があって、火口の中心と富士山の山頂を結んでいる、こんな素晴らしい都市計画をした人がいるんだな。で、もうちょっと見てみるとですね、こっちのですね、上の方はですね、この軸が違うんですね。なので、これどっち向いてんだろうな。どうしてこっち向いて、どうしてってことか。これで落としてみました。そしたらですね、今日ちゃんと来るとき車で運転して確認してて、達磨山の
山頂、ここにある、本当に、だるま山っていろんな山にあるんです。ちょこんと一番高いところ。で、こっちは高いですね、標高が。だ、東名降りて沼津に入ってくる人は、学園通り、理工通りとか、まっすぐだるま山の山頂に向かって動くんですね。だ、そんな素晴らしい風景の都市計画を沼津は持ってる。誰が計画してる。この軸の交差点にこの、中心部があるんですね。これ山手の町割り。日本人が心がけた町づくりですね。ところが、Google ストリートですけど、もうこれ見るたびにですね、悲しくなっちゃう。もう外から、これ左が学園通りです。ちゃんとここに、だるま山のこれ山頂なんです。で、結構意識してみると、まっすぐもう。でも電信柱の看板、街路樹が一本もない。これが沼津。これは、ね、私は市民として、昔から非常に残念でしょうかね。で、プラタナスっていうのはあちこち日本で樹木が、左側ケンブリッジです。またケンブリッジです。街路樹ってこうなんです。これプラタナスは幹周が2メートルぐらい。で、樹高は15メートルか20メートル。こっちはですね、この前ちょっと中国に調査、海南島に、中国の海南島ですら、ね、中国の方が歴史が、ちゃんと街路樹が植わってる。で、こういうですね、街路樹すら今日本はこう毛嫌いしてですね、管理にお金がかかる。で、こんななんですよね。これなんとかしてほしい。なんとかしてほしい。で、我々がみんなでなんとかしないといけないなと。思うんですよね。こういう、なんですか、落ち葉が嫌い。いや、向こうの人は落ち葉、めでます。でも大変なので、月に特定日、この、スリートは水曜日の日です。車駐車してると、牽引されて持ってかれちゃうんです。ストリートクリーニングです。落ち葉をザーッと掃除する曜日が決まってるんですね。で、その時はそこに駐車してはいけないというのをつい忘れて、車はどっかになくなっちゃうんですけど、ちゃんとそうやって管理してるんですよね。で、これ沼津インターの周りですね。結局、物流とか経済とか交通計画でズタズタにしていく。これは足高の方からこの谷筋と尾根筋があって、町割りもそうできてるはずなんです。でも、車を通すということで、もう風景も町も分断されるし、隣の友達も違う道路の向こうの友達になって、このアメリカではスパゲッティプランって言って、侮辱するんですよ。町の上にスパゲッティばらまいたやつですね。で、都市計画図から、今、緑のマスタープランみたいなものはよく使う。で、それも全部ですね、全部とは言わないけれど、大きくは交通計画と実現したのは経済の活性化。私は経済と交通のために都市計画があるんだ、まずいで、これ風景の計画図っていうのがないといけないんじゃないかなと思ってます。時間超過して50分。はい、すいません、ここで終わりにしたいと思います。あ、大丈夫です。はい。じゃあまた待ちなまってる。あ、全然大丈夫です。はい。
皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。今からクロストークを始めたいと思います。自己紹介を先ほどしましたけど、僕は旧国立南エリアというところで、イノベーションまちづくりの大層な方に聞いているプロデューサーというのなんですけど、今回は、駅の、駅前のですね、高架にあたって、今後、うまくまちづくり移動していこうという中で、まずは、三谷さん、なんかこう、手段の違う、高い視点から、なんかこう、よく鳥の目、虫の目っていう言い方をすると思うんですけど、まさになんか鳥の目で、こう、沼津を見ていただいたというか、最後の時に話したそうだったかなと思うんですけど、今回僕らは、どちらかというと西村さん、中央公園の社会実験も含めてやってますけど、虫の目でこう僕ら行動してるような気がするんですけど、今回、鳥の目の視座がとっても新鮮だし、すごい重要だなっていうふうに思いました。なんか多分皆さんも今までのなんかこう虫の目、虫けらじゃないけど、動き回るような話から、一気にこう、鳥の目で馬でも見るっていうことが、なんとなく今回、三谷さんのお話で、できたって気がしますけど、どうですか？どうも、西村です。いや、ありがとうございました。いや、僕、三谷さんの話した話が、もう、今の時代にぴったりだなと思ってて、まあ、上から見た最後の方のね、都市計画の話、まあ、多分誰かが山を大事にしながら都市計画をしてきた経緯が多分あると思うんですけど、僕がね、すごい気になったの、言葉がね、およその話で、いっぱいあるんだけど、まず一つ言うと、大切なのは誰が木を植えるか。これが僕すごい大事なことなんですよ。要はなんか、まあ、例えば木だったらね、なんですか、街路樹にしても公園にしても、なんか行政が植えますみたいな。どこか一言みたいなところがあるも。でもどこか一言だから、例えば公園がどうあろうと、道路がどうあろうと、山手の街路がどうあろうと、結構無関心だったりするんですよね。で、そこに多分、作り手として市民が関わってないからだと思うんですよ。で、僕は誰が木を植えるかっていうことが、すごくこれから、今日高校生もいっぱいあるけど、高校生のね、パークレットのメンテナンスっていう話もあったけども、まあ、自分ごととしてその公共の空間のあり方を、まあ、一つ一つ木を植えるとか、清掃するとか、ベンチを作るとか、そういうことに関わっていくことが、多分自分ごとになって、その街のことを本気で考える、まあ、きっかけになるんだろうな、っていう。もうすごいその言葉が、まあ、最初に気になった。さっきの、どこでしたっけ、豊洲の話で気になったのは、隅田川の奥のビルが石に見えるっていう話が、最近で。それがすごい気になったんですけど、そういうこう、今言ったら、虫の絵的にですね、人が関わることで、そこに愛着も持つし、まあ、風景として自分が関わっているんですけど、なんかその辺のこう、僕が気になった、ビルが石のようにという感じと、実際に人がこう関わっていくというのは、まさになんか今求められたのは、大きく見ている話と、実際はそこで、つまり意図しない空間を作るんですけど、そこに意図して存在することが、街の風景みたいなことを共犯されたと思うんですけど、なんかそのあたりってこう、どういうふうに、すごく違う話のように思えて、実はトータルにデザインされていることだと思うんですけど、この辺ってどういうふうに考えられて、まあ、今ちょっとお話はあったんですけど、三谷さんに計画されているのかなとか、まあ、今回の駅で言えば、まあ、駅はまあできちゃうんですけど、できちゃうけど、計画して、ハードとしてやってるんですけど、それと実際にそこに風景として関わっていく市民みたいな。ことではどのようにこう考えられてるのかなって、どういうふうに考えたらいいのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思います。私は単に経験として、こういろんな街づくり、空間づくりに関わって、改めて思うのは、あれ3つともですね、
そこに関わった人、そこの市民だけではなくて、事業所、すごい熱量だったんですね。やっぱりで皆さん、自分の子どもの頃の思い出があって、自分が生まれ育った町にですね、それを引きずってとか、それをバックにですね、町ってこうなきゃならなきゃいけないって、すごい熱量が3つともあったんです。3つは、品川は某不動産会社がいくつかあるんですけれども、そこの担当者が自分の会社と喧嘩してまで意見をまとめ上げるんですね。すごい熱量を持った人がいたし、その方だけじゃなくて、全体にこう、ゴールに向かって突き進む人もいたし、豊洲は豊洲で、ああやってみんなで木を植えてですね、育てていこうという、内藤廣先生もすごく引っ張ったんで、人が集まったもの、やっぱりそこに作る人たちが将来これどうやって管理って面倒を見ていくんだとかですね、将来我々がやったことを子どもたちはどうやって使ってくれるんだろう、豊洲も自然観察って言って木を植えた造園会社の人たち、子どもたちはですね、だって木が終わってくるとだんだんバッタとかトンボとか増えてきて、それを観察しようとかですね、アクティビティに結びつけて継続させていく、そういう関わり方の熱量ですごい。柏の葉も、市と県と大学と事業所が一体になって、あれはアーバンデザインセンターがあったからなんですけども、やっぱりその辺の人の、仕組みっておかしいですね、やっぱり熱量のある人がいたからこそ成功した事例をたまたま3つ結びますね。まあ、でもあれじゃないですか、その熱量がある人がいたのか、何か熱量を持って取り組もうと思うきっかけがあったのか、で、どっちなんですか。なんか動機があってみんなノリノリになっちゃったみたいな。どうやっなんですか。ぱり集まって、町づくりに集まってくる人はみんな何か思いがあるんです。だからそれ、皆に火がつくとはっていうか、その辺はそちらが苦労ですから、私に聞かないでほじゃあ、しい。火をつけるの結構大変だなって。なんか僕は今回、三谷さんの話を聞いてて、三谷さんはとにかく木が好きなんだ、木が好きというか、そういう風景を作りたいんだなって、その熱量がまず、あ、やっぱそうこうすっごい勢いであると思うんです。さっきの木の根っこの話をよく知ってましたけど、なんかそこに対する思いがある人がいると、なんか違う角度でまた思いをぶつけてくる人もいて、そうだね。そのあたりは、なんか仕掛けてないんだけど仕掛けてるようになってるとか、今回の話すごく面白かった。何回も、なんていうか、わざとそこでアクティビティが起こるように、ものをデザインしてないっていうおっしゃれだと思うんですけど、でも実際には、めちゃめちゃ熱量を持って、ディテールも含めてやってるから、なんか違う角度から熱量を持ってる人が現れてくるようなプロジェクトになってくる。それは大きな企業だったりとか、実際にそこの市民だったりとか、事業者だったりとか、お店の人だったりとかするんですけど、で、結構西村さんもいろんなところで公共空間を扱ってるじゃないですか。その時の、さっき難しいって言ってましたけど、どうやって熱量をこう作ってるんですか？多分三谷さんと一緒だと思うけども、自分が熱量を持つっていうか、もうまず西最初、村博士の前。いや、なんていうのか、自分だっていうよりは、やっぱり自分の思いとか、その関わる人、僕だけじゃないと思うんですけど、一緒に、ね、やる仲間とかも含めて、このプロジェクトにどういう思いを持っているかっていうことを、その本気で伝えるっていうか。で、それに共感した人が、最初は少ないかもしれないですけど、ポツポツ現れ始めて、で、市民の仲間が増えて一緒にやろうっていう行動が少しずつ形になり始めると、それを見て、俺もやりたいっていうのが出てくるんですね。だから最初に、少なくてもいいから、一緒にやろうっていう地域の方々が生まれてくると、そこからドライブしてくるって感じですかね。はい。だから、あんまりね、合意形成みたいな話で行政と一緒にやると、すぐ出るけど、たくさんっていっぺんに合意形成しようとするとうまくいかないんですよ。そうですね。うん、そう。僕らも、まさに僕がずっと言ってる、こう、少数の熱量ある人たちが、結果的に多くの人たちを巻き込むような、僕は気がしてるんです。で、その少数の人たちの熱量って、別に街づくりがしたいわけじゃなくて、どちらかというと、なんか自分が実現したい風景とか、景色とか、事業とか、なんか三谷さんはもうまさにその企業を植えたい。
あれを作りたいみたいなのが、多くの人を巻き込んでるし、なんかさっき最初30年、30代の時にしながら、僕もあそこ行きましたけど、うちの事務所すぐ近くです。まあ、今朝も起こりましさっきアナウンスしてたら、みんなカップルがチュッチュしてるんだよっていう あ、そうそうそう。夜はカップルがいっぱい。照明がね、今日照明の話もあったけど、やっぱり結構間接照明で、森だけど、夜は結構雰囲気がいる。そうそう。やっぱそういうことも含めて、多分意図されてないけども、そこにアクティビティが起こるという話もされてましたけど、やっぱりそこに対するなんか熱量みたいなものが、結果的にいろんなアクティビティをそう生んそう。でるなって思います。だって、あれですよ。バスシェルターだって屋根作りたいって言ってるのに、ぶつ切りにして森の屋根ですって言っちゃうみたいなね。木の屋根ですって、大屋根みたいな。普通やったらね、駅から濡れないでいけるようにって考えがちですよ、それは。そうじゃないと。ところが、熱量がすごいな。皆さんと多分やるときに、合意形成、いろんな土地のこととか利権とかいろいろあるんで、そういう合意形成大事だと思うんですけど、なんか自分はこれがやりたいって人が複数集まってくれるともうそれでいいんです。だなんか、私はこれにこだわってこうやりたいとか、柏の葉もですね、は、柏、あ、柏花プロジェクトって花いっぱいやってる人って、我々が尽きたらどんどんあちこちに花を置いちゃうんですよ。なで、そういうのが、こう、総合的な、なんか統合して街並みを作ろうとしてる側からすると、邪魔に見えるというのがあるんですけど、とにかくなんかすごいこだわって、なんかに一途にやってる人がいるっていうことだけが、これは素晴らしいことで、そういう人は何人かこう、ちょっと足並み揃わなくても、いてくれるっていう、大事です。そうですよね。まあ、そもそもね、そういういろんな人がいるっていうのが都市だし、そのいろんな人が活動したいっていうことをこう取り込める応用力のある、まあ、デザインというか、なんかね、プロセスも含めてやっていかないと公ついて共ことれない。か、それも、そうそうそう。特定の人のために作るものではもちろんないから、つまり、デザインされてないことが、デザインされてないことその、アクティビティをデザインしてないことが、実は多様なアクティビティを、売っていく。でも、その裏できっと、それが可能なようにしっかり仕掛けているところが、まあ、プロのプロという言えるような気もします。さっきのマクドナルドの前に、ちゃんとマクドを食べられるように素敵してるとか、廃棄の話だったりとか、そういうことが、やっぱりこう、プロとしてのものすごいレベルの高い仕事、熱量で、それがやっぱり多くの人のアクティビティを生んでいくようなお話だったなっていうことと、それがなんかすごくこう、鳥の目で見ているものと虫の目の話が、なんかこう、接点を持っていくような今回お話だったなっていう気がする。で、西村さんがやってることって結構まあ、僕ら虫タイプだと思うんですけど、虫タイプは、そこの視点は意外と任せてるところもあるんですよね。僕も結構、僕はそっちの方が多くて、でも西村さんハードも行くじゃん。今回、中央公園でハードも含めて、社会人、ハードも社会人にしてますけど、あれのこう、思いっていうか、虫の目じゃない方の思いで言うと、どういう思いがあって、あれをやってってるんです虫の目じゃないと思か。う。虫の目じゃない方で。ああ、なるほど。やっぱあそこの場所みたいなものの特性っていうのが、まあ、国一だっけ？より南、まあ、ギリギリ南に入るんですけど、あの辺ってものすごいなんか地元感があるんわかりまですね。すごいローカルで、なんか変なこと言うと、こう、よそから来た人があんまり立ち入らない感じ。地元の人が豊かに暮らす場所みたいな感じがあっちから南はすごくあって。で、こう、あっちから駅側っていうのは、まあ当然駅もあるから、外から来る人もいっぱい来るんで、少し外から来る人もいるみたいなところがあって、まあ少し引いた目で見ると、まあ駅ぐらいまでの範囲で見ると、やっぱりその辺の役割分担ってすごくあるんだろうなって思うんですよね。僕もすごく思ってて、まあ、いわゆる僕が担当しているというか、関わってきた旧国一南エリアと言われる国道1号より南のエリアのちょうど北側の端に中央公園ですね。で、今それをリニューアルしているという中では、やっぱりあれより南はなんか地元感がすごくあるし、もっと言うと、まあ、今までイノベーションまちづくりというのをずっと何年かやってきたので、熱量のある人が、
めちゃめちゃ見える化されてるっていうイメージがあるんですよ。つまり虫の目で見ると、もうなんか虫だらけって感じがあって、非常にこう面白いし、なんか熱量だらけだから、さっき三谷さんが言われたように、何人か集まったら、どんどん輪が広がっていくような景色がもう見えるんですけど、一方、駅の方は、まだまだなんか見えないっていう感じがする。で、その時にすごく僕、今日の話で参考になったのは、いにしえのその都市計画した人は、つまりまあ山当てで道作ってったわけです。で、でもその中にめちゃめちゃアクティビティがまあ起こり出したんですよね。で、今回の沼津駅の話も、なんかあまり意図するよりも、つまり意図しないんだけど、そういうアクティビティが起こるようなハードの設計を、つまりこう虫の方の人たちと共にやっていく必要があるんです。まだ虫が、アクティビティをしだす人たちが見えてないような感じがあるんです。でも、やっぱりもうハードは進むので、その時のこう、なんていうか、駅としての品格というか、沼津駅に今からこう20年間かけて変わっていくんですけど、なんかこう、やっぱりこう、日本ですごいことやったね、沼津駅って思われたいと思うんですよ。僕も関わってたらそう思いたいですし。で、その時の鳥の目での、こう、なんていうか、あり方って、どういう、こう発想があるのかなって、ちょうど接点なんだっていうお話をされてましたけど、沼津駅。それ私には聞いてそうる。なんです。そんな難しい宿題を言うに、いや、だあかれ。らこう、接点だって話があったときに、なんかすごくこう、品格のある場所というか、つまりどちらの軸にも面しているということですね、ここは。ということは、なんか一番アクティビティが起こりそうな、つまり意図しないんだけど、起こりそうな場所にちょうど駅があるという話になっていて、なんかそれをこう、どうやって解釈していったら、まあ、これ20年かかって変えていく中で、どういうふうに考えたらいいのかなっていうか。いきなりここですっげえ案を出せみたいいや、違います。な。まあでいも、や、でもね、駅を降りた瞬間に、その駅の前にしつらえられた、どこの地方都市にもありそうな風景が広がってたら、もう悲しいですよ。やっぱり、駅を降りた南側に降りた瞬間には、この先には海がある。見えないんですよね。海があるっていうこととかをやっぱり沼津駅を使う沼津の人が誇りに思ってなきゃいけないし、ビルで囲われてなんか遠くが見えなくなっちゃうのも悲しいし、なんかやっぱり遠い山とかですね、海とか浜が向こうにあると、神奈川が向こう流れているっていうことをどうやって感じさせるか、そういうことですね。僕もそう思います。さっきのね、三谷さんがおっしゃったその山手の話とか、豊洲の森の向こうにビルがなんか石に見えるみたいな話って、実はこの森の、豊洲で言えば森のプロジェクトの向こうにあるビルの人たちが、ここに関わるっていう話なんですよね。その森づくりに一緒に関わるっていうきっかけを作ってる。で、山手だって山のがこの都市を作っているよって言っただけで、その山、周辺にいる人たちが、この街中に関わるきっかけになる。なんかそういう場所を、そういう関係性をどう作っていくか。海が見えるとか、海が感じられる。そうすると、港のあたりの人たちの、まあ、漁業をやってる人たちとかが、当事者になって、駅前に関わってくるみたいなことが起こってくるんですよ。で、その仕掛けをどう作るかっていうことが、多分、まず最初にないと、どんなハードを作ったって、多分、人ごとになっちゃう。だからそこがなんかすごく今見えない。なんか私のような設計者に聞くこと自体がやっぱ違ってて、そこにやっぱり沼津の前に住んでる、まあ、いる、あるいは事業をされてる方たちで、私はこうしたい、っていうか私はこれが好きっていうのを徹底的にやっぱり出してもらうのが沼津っぽくなる、もう原則です。だから、公共空間を我々作るときに、時々あるんですけど、市民にアンケート取りましたとか、もう統計データがあったりして、そういうので設計しても、もう味気ないんです。で、徹底的にあるのは、自分だったらどうしたいんです。だから、まあ、設計者はいつも自分は、私はもう市民の一人です。で、私がいいと思えば、きっとみんないいはずだと。私がここに座りたいと思うんだから、みんなもきっとそうだろうっていうふうに、必ず、だからその虫の目っていうか、個人の
感覚で、作るようにしてるんですよ。だから、あそこ、駅前に関わってくれる沼津市の方々が、それぞれも、まあ、自信をっていうよりも、こうしたいんだっていうですね、特化したものをいっぱい武器を出してくれるという意味で。だから、ね、駅前の周辺みたいな話が、一番レンジが広くなきゃいけないんです。だから外の人が入ってくる入り口なわけですか。で、そこで、いかに沼津っていう場所の個性とか特性をパッと感じてもらって、いい街だねって言ってもらえるかが、入り口で決まるわけです。で、それが、なんか駅前広場がマルシェやっていいよねみたいな形で 整備されると、多分、本当どこでもある駅前広場になっちゃって、多分ここにはね、プロデュース能力です。駅前広場で沼津の何をプロデュースしていくのか、表現していくのかっていうプロデューサーの力が必要で、それをもとにハード整備のあり方を考えていかないと、多分普通に交通計画がまとまった、交通ね、さっきのね、交通計画がバスがどうのこうのっていうまとまった残りのとこが広場で、なぜか駅前広場だけど芝生が張ってあるみたいな風景になっちゃうわけです。なんかそこが議論されてないし。芝生をただ貼ってんじゃねえという僕、ことを言いたいんです皆ね。さん知ってるかどうか、僕は日本中で空き地に芝生を張った第一人者なんですけど、知らないかもしれないけど、芝生をなくしてるっていう。いや、芝生僕、業佐者。賀の話なんですよね。芝生は、もうボロボロになった商店街の中に芝生を張ってコンテナを置いて、なんか子供たちが来る場所できたらいいなから始まったものを、まあ、どんどん10年ぐらいやって、街を変えてって言うんですけど、で、それを視察に行った人が、まあ、芝生を張ればいいんだって、帰っちゃうわけですよ。で、そういうことじゃないんでね。だからその場所に応じた、なんかこう、個性みたいなものをプロデュースしながら、ハードのことをやっぱ考えていた。今回、人中心のっていう話があるんですけど、まあ、さっき言った交通計画だったりとか、経済だったりとか、まあ、そういう観点ではなくて、まさにこの駅前に関わる人たちの中でも、とにかくここで何かやりたいとか、こういう空間を作りたいかっていうようなことが、なんか肝になって、で、そこにもちろんプロフェッショナルも入りながら、なんか作り出していくのが、きっとなんかこう、まあ、沼津の品格を作っていくというか、さっき沼津っていろんな景色がたくさんあるんですよっていう話ありましたけど、なんかその景色の一つになるぐらいの、気前になってくると、結果的にそこにいろんなアクティビティが起こるというか、し、まあ、沼津に来た人が沼津を感じられるとか、沼津の人がそこがあることによって人を呼びたくなる場所にしていけるんじゃないかなというなんか三谷さんの話で、豊洲でまた三谷さんが言ったんですが、森が投資動機になる。いや、森を先に都市を作るわけです。そのビルとか、要はハードが足りない時代、人口が増えてきて、床が足りない、ビルが足りない、住宅が足りない時代は、まあ、建築作って、道作ってから始まって、日本の都市でできてるわけです。で、それが今や森が投資動機になるんだっていうことが、なんかすごく衝撃的で。で、結果的に森を作ったおかげで、周りにいろんな活動が起こって、さっきおっしゃいましたよね、なんかキッチンカーが来たりみたいな、ビルが建ったり。まあね、ぶっちゃけだけど、あの豊洲ですから、森なくたっていろんな人が来るんですよ。まあまあ、そうですね。まあ、逆にそれが嫌だったんで、森で邪魔してるってとこあるんですけど、喧嘩売ってるとこもあるんですけど、まあ、よく言えば森が人を引きつける。でも、あの森が嫌いな人はいない。まあ、そうです森ね。があったら育ってることはみんな嬉しいと。さっき加藤ちゃんがおっしゃった話はね、さっきいろんな、結果的にいろんなアクティビティが起こってくるみたいな話っていうのは、まあ僕は投資動機って言いましたけど、なんか活動動機とか住みたい動機とか働きたい動機を作るわけです。で、結果的にさっき人口動の話しましたけど、人口が減っていくときっていうのは、結局どこの街に自分は暮らしていこうかっていう選択肢が多いわけですよね、今。で、その選択肢で選ばれるかどうかみたいな時代になっちゃう、人口減少。で、人口減少の中で選ばれるかどうかっていう時に、じゃあ何がその暮らしたいとか、家を建てたいっていう投資をするみたいな動機になるかっていうことが問われていて、で、公共空間っていうのは、その投資動機、
をどう生み出すのかっていうことをテーマにやっぱ考えていかないといけない。で、それがたまたま三谷さんが大好きな森っていう、森っていうのが一つの投資動機になるっていう実証が、まあ豊洲だからっていう話もありましたけど、多分地方都市なんか結構あるんですよ。あの森があるからいいんだよ。とかね。例えば、ああいう、ここの中央公園あたりだと、あ、こんな地元の面白い人たちがいるんだ、みたいなことも多分投資動機になっている。住みたい道とかね。なんかそういう動機を、じゃあ駅前広場でどう作るかみたいなことを、はい、中央公園とは違う動機をやっぱり考えてる。そうですね。なんとなく、まあ、その旧国一南の、入り口のような中央公園の場所というのは、いろんなこう活動があるだろう、想定ができる、それのための場所になっているというのがよくわかりやすいんですけど、駅前は多様な人が来るから、その人たち、いろんな人の意見聞いて作れないんですよね。まあ、いろんな人の意見聞いたら多分、もう、どこでもあるんだろうな。相場の敵になっちゃう。だから、さっき言われた無用の用途が、なんか別に何をするってわけじゃない場所を作るんだけど、何かが起こるっていうようなことを、熱量のある人たちと一緒に考えていくのが、めちゃめちゃ、実は沼津にとって、駅の前だからこそ必要なものに結果的になっていくというか、うん、それがこう今回お話を聞いて一番僕が感じたことで、なぜかというと、なんか毎回思うんですけど、沼津の駅前の話をしているときに、いつも旧国一の方がこう街づくりでいろんなことをしているから、そっちの話がこっちに来やすいんです。おかしいやん。こっちって南上げてた。この駅前の話と南側というか、その街中でやっていることが、なんか常に連動しているようなお話になりやすいんです。それはそれですごいいいですけど、やっぱり駅には駅の格があったりとか、駅に必要なものっていうのがあって、駅の役割、駅前の役割っていうのがあると思うんですけど、なんかそれ作っていこうと思うと、やっぱりここはここなりの、なんかこう、熱量を持った人たちが集まってこないと、なんか三谷さんの言う、無用のようで作って誰もいないと結果的に使われないって、実際に。実際にはそこに熱量を持った人たちをここで集めないといけないっていう。で、今まだまだ見えてない気がする。あの熱量ってもなんか噴火するような熱量っていうか、駅を降りてこの街いいなと思うのは生活系ですね。いきなりこう大型ショッピングとか、なんか企業のこう活動、まあ、結局舞台設定みたいな、そういうのを見せられても、なんかある町に来たっていうのは感じなくて、もう駅のすぐ触れるところじゃなくて、やっぱりそこにこう松の木とかいっぱい日本のような空間があるのかもしれないんですけど、その向こうに生活系が、もうそれはちっちゃな今ある仲見世みたいな、あんな感じでいいと思うんですけど、いきなり生活してる人たちの風景が見えて、それをどうフレーミングするかだと思うんですよね。だから、そっちがないと、ただの舞台装置なんですよ。だから駅前っていうのは、やっぱさっき言ったように玄関口だし、いっぱいいろんな人が集まってくるから、やっぱり沼津の価値を伝える場所じゃなきゃいけない。やっぱりメディアなんですよ。そうです、メディア。駅前に降りたら沼津のことがパッとわかるメディアだと思って、まあ、だからこそメディア機能を持ってるからこそ、沼津のそのすごいもう海の方にいる人、島の方にいる人みたいな人たちが参画してくるっていう関係性をどう作るかが多分すごく大事なんで、うん、そうですよ。確かにその、まあ、いい言葉だと思うんですけど、なんかメディアっていうと軽い、なんか、いや軽くないですけど、誰が見るのかっていうことがすごい大事になるじゃないですか。で、先ほど誰に伝えるか、誰に伝えるかっていうのはすごく重要だと思うんですけど、三谷さんが言うように、こう、やっぱり最初に言われたと思うんですけど、沼津に育ってよかったなっていうふうに思った、多分三谷さんが建築じゃなくてランドスケープに行って、まあ今この沼津でこういう話をされていると思うんですけど、やっぱり結果的にここに住む人、まあ、外から来る人にとってもメディアでいいですけど、ここに住む人にとってのメディアに伝わるようなメディアになっていくと僕はいいのかなっていうふうに、そのフレーミングが外の人のためのものではなくて、うん、なんかこう、うちの人とか、沼津の人にとってのフレーミングになっていくと、とてもなんかこう、ことが
広がりやすい。まあ、そこでいいと思います。まさに牛の目だと思うんですけど、やっぱりこれから経済を活性化させようとすると、あるボリュームの建物が駅前に立つと思うんですね。立つようになるといいと思うんですけど、やっぱり足元、さっきちょっと話してましたけど、街並みとしての足元に、あのおばあさんがなんかなんとかやってるとかですね、これ今、沼津にも東京、あちこちから新しい人が来て、なんかおしゃれな店開いてますけど、あれ、個人個人の方たちが自分の趣味でっていうか、自分のマイワールドを実現するためにいろんなお店やってるんです。ああいうものがたくさん足元に集積しているのが見えることが、それをあとは設計者が駅前としてどうフレーミングするかであって、やっぱ大きいボリュームの足元に小さな個人事業主、これがたくさん集積している活動がないと。そうですよね。だから、うん、さっきマクドナルドの前に、水のテーブル含めたみたいな話があったんですか。でもその関係がすごく大事だったので、そのオープンな駅前広場とか公園みたいな横にある民間の不動産の活用がセットでプロデュースされないとうまくいかないと思うんですよ。なんか標準界の公共空間があって、それにただ個人事業主がいるんじゃなくて、それぞれに対応して、要するにこのその店の雰囲気が通りにどんどん溢れてきて、しかも境界が曖昧な、そうですっていうのがすごく大事で、そこをどういうふうに横の民間の事業者 と、コミュニケーションを取りながら作っていくかということが大事なのと、もうちょっと駅前とかになるともう地価が高いじゃないですか。だからテナント料も高いんで、どうしてもナショナルチェーンなんですよ。で、そうすると全国同じ風景になっていくので、でもそれはね、しょうがないと思うんですよ。当然駅前は地価が高くなきゃいけないし、当然賃料も高く取らなきゃいけない、当たり前なんだけども、じゃあそのナショナルチェーンみたいなところの力が地元のローカルとコラボして、地元らしいナショナルチェーンとローカルの組み合わせ方でなんか新しい営業スタイルができてるみたいなことができると、すごくなんか今までと違う駅前とかができる気がする。どうしてもね、チェーン店が入ると、まあ、言葉を選ばないですけど、僕らもマクドは使いますけど、マックは使いますけど、やっぱりちょっとこう、陳腐になりがちなんですね。まあ、どこでも見た、既視感のある風景があるからね。でもそれを、本当にさっきの、ね、テーブルがあるだけで、全然違う風景が出来上がってくるし、そこに、石間さん言われたように、ローカルな、なんかアクティビティとの組み合わせがあると、また全然違う、なんていうか、沼津の風景になっていく。ちょっと伺いたいんですけど、先ほどあそこで雑談してたら、青空市のコツは俺に任せてくるみたいな話をされてましたけど、だから沼津の駅前ってもともと個人店舗がたくさんあって、まあ、閉じちゃって、でもまたリノベでオープンしてるところになって、青空市みたいなとこなんですよね、町がね、元はね。だからこう町が青空市みたいに、青空市のコツっていうのはちょっと教えていただくとどんなことなんですか。青空市のコツですか。ポイント。ポイントですね。晴れになってくる。まあ天気で。天気。でも本当に8割天気だと思ってますけど、まあそれ冗談としても、青空市のコツは、やっぱりそこで活動する人がいないとダメなんですよ。熱量する。そこを、そのスカウティングというか、そこで何かをしたいという人たちが、やっぱりとっても重要です。仕掛ける側も重要ですけど、そこで何かをしたいという人たちと一緒にその青空市を組み立てるということが重要かなと思って、でかつそれがやっぱりローカルであることがとても大事だなと思って、まあ、いろんなところでそれを組み立てる。それはそのローカルなイメージというのは、私は、まあ、自分が昭和に育った人間だから、これ仲見世なんです、ね、で日本中で仲見世型のアーケードがもうシャッター街になったりして、あれは古い国って取り壊して、結構なところでなくなった、たまたま沼津はまだある、で、あれが今一番新しい感じなんですよね。だから本当に雨に濡れないで、屋根がかかって歩けて中見せる店があるっていう、昭和から残ってしまった遺産が、なんか今沼津のところで一番こう新しい
風景、あれイメージがパッと出ます。でもまだ大手町上げ土の道路とビルが建ってる、これ沼津の風景ですって、こう絵はがきに誰もしない、これはまずいなと。だからそこは町目を得たり個性的な通りの風景を作って、でバンバン今の時代ですがウェブに流して、沼津の駅前ってこんな風景だっていうのをとにかく出さないといけないんですね。それに私は中見世、それで中見世頑張るとアーケード街ってもっと南の方の、あ今のこうシャッターがいっぱい閉まってますけど、あれ昭和はこんなだったっていう、ね、すごい貴重な今風景。この前もう九州ですけど指宿の方に行ったんです。やっぱりああいう商店街が今一番若者が来るんです。だから中見世みたいな、なんか個性的な風景を何か探したいです、うん。でもその中見世に、駅前に来たら中見世に足を運ぶきっかけになってほしい、ね。どっちかっていうと。駅前に中見世を持ってくるっていうことじゃいかないですね。まあ、それを残しながら、駅前に来たらそこに足を向けるきっかけが何かあるみたいなね。そういう、それが多分メディアの方かな。まあ、例えば、大東とかでさ、ズンチャッチャユイチやってる。今日です。あ、今日やってる。ズンチャッチャユイチっていうのやってるんですけど、大東。知らない。知らない。大阪の。大阪に大東市。これも隅の通り。そうです。で、そこで、まあ、ね、加藤さんに聞いたのが、その、マルシェに出店してもらう地元のローカルたちがみんな出るんですけど、自分のお店で出している商品よりも高く出すっていう条件でしょ。値段をね。高く出す条件なんですよ、出店が。で、ここで高く出して美味しかったっていう、お店に来たらもっと安いよっていう形で、お店に足を向けるきっかけにしているって聞いたので、まあ、そういうのもすごく大事なんですね。マルシェとしてはまさにそういう方法なんですね。そこで知って、次に流れるっていうことが、まあ、実際にはお店としては重要だし、お客さんにとってもすごく楽しいエリアになっていくっていう意味で。あれも駅前広場で。駅前広場。うん。で、だから沼津としては、そういうアクティビティはおそらく中央公園で、まさに週末の週末、週末。やってると思うんですけど、だから駅の方は、なんかもっと違うメディアになっていくべきだし、さっき言った鳥の目で言うと、まさに、まあ、この商店街の炭酸通りとか、こう、歩きたくなるとか、まあ、中見世に行きたくなるような仕掛けがここにある。で、まあ、今回はウォーカブルという人の、人中心の街にしていこうということで、まあ、交通もかなり交通体系が変わっていく中で、とてもこう歩きやすい場所にはなってくるんですね。来年度、今、下を通らないといけないところを横断歩道で、ね、渡れるようにするというお話がありましたけど、あれがまさに、まあ、まだまだですけど、常設されていくわけです。だからこう行きやすい駅前に、町に出やすい駅前には恐らくなっていくんだと思うんです。多分中見世という軸があって、でそれはもう昭和からの古いものをうまく使いこなして、実は今一番新しいタイプの都市空間になると思うんです。それと対になる軸が駅前の通りにする。うん、なんかこう鏡合わせじゃないんですけど、全く関係なくてもいいかもしれない。だけどこの駅前から上げ土の方に、おなり橋の方に、軸で何か個性的なことをやると逆に中見世が引き立つ。対比的に。あるいは連携して、中見世の店の第二店舗がこっちに、まさに青空に散らかる。連携もあるし、対比でも。で、そういう空間ができたときに、そこからローカルバスかコミュニティバスで、もうこれは港湾まで行ってますですね。港湾とのシャトルバスが行き来して、で、向こうにいきなりもう寿司食べに行ったり、干物買いに行ったりできるですね。そういうとことの、風景がバスが来るみたいですね。そういう距離感が大事です。で、あれ、今度は国一、旧国一から今の中央公園の方にクッとそれると、歩む橋渡って、向こうに名前忘れちゃいますけど、神社の森がありますよね。で、神木山が見える。歩み橋っていうのは、中野さんっていうアプリの人が作ってくれたんですけど、はい、あれで川で港湾の方に行ける、そこで初めて沼津ってこういう土地柄かって、U ターンの川もあるし、神木山もあるし、あそこでイメージをガンと掴む、その風景の見せ方もすごく大事だと思います。そうですね。遠い風景です。巻き上げ。
はい、もうね、なんか、三谷さんにいくつも質問を投げたくなってしまう、もう8時になってしまったんですけど、今回の、駅の話と、この沼津の風景の話を絡めながら、旧国立南九エリア、中央公園のあれとこちらの違いみたいなのを少しずつ話してたんですけど、まとめに入っていきたいと思うんですけど、僕はですね、最初に言ったように、鳥の目と虫の目みたいな話が、なんかこう上手に交わるような場所になっているといいんだっていうのが、その駅前のイメージですね、今日お話を聞いて。で、西村さんとしてはこう、どういう捉え方をして、さっきいくつも出てましたけど、駅前のこの空間、それから、街につながるような、仕掛けみたいなのが必要だなというか、してほしいなっていう。今後、ちょっとこういうことした方がいいんじゃないかなと思うのは、例えば僕は中央公園に関わってるけど、この駅前の話とかほとんど情報が入ってこない。で、本当は役割分担もあるし、今日僕はすごく鳥の目、蟻の目で思ったのは、やっぱり場所によってレンジの広さが違うというか、どこを対象のエリアにするかみたいな。駅前の広場めちゃくちゃ一番広い。でも中央公園はもうちょっとローカルで、ちょっとエリアが小さいみたいなものの、レンジの広さが多分役割分担につながっていくと思うんですよ。でもそれを一緒に議論する場所がないんです。確デザかイン会議っにね、てここ言ってるけど、もうちょっと、今日三谷さんのね、すごく、発想を豊かにしてくれる話がいっぱいあったんだけども、もうちょっとトータルでいろんな場所を総合的に上から見、議論する舞台を、沼津市の中で作った方がいいんじゃないかな。それぞれがバラバラにやってるから、多分プレイヤーもかぶっていく同し、じかな。そうなんだ。同じかな。同じかが分かるけどかな、こう。分かんないけど。いや、そでこもが分かね、れてると、僕も全然こちらの情報が出てなかった。それ一緒に考えないと、多分今後、多分誰に活動してもらうかがめちゃくちゃかぶってきてて、同じような広場になってて、破綻していくっていうパターンが、これ多分見えるんです。手段の違いによって役割が違うということは、やっぱりお互いにやっぱり分かりながら物事を考えないといけない。で、連携していくっていうやり方を少し取り入れた方がいいのかなって、ちょっと今日話してて思いました。中央公園とか駅前を一生懸命やってる方に、やっぱり千本浜とか宇治草の松原ですね、あれと連携してどうしようかって考えたりディスカッションする場が欲しいんですよ。それから今回中央公園やってて、スケボーの人たちも一緒にスケボーも大事にしたいねって言った時に、じゃあ加古川の方が広々とできるんじゃないかって言った時に、昔は国も非常に厳しかったのが、一級河川も河原をこう一緒になってこう活用するムードが出てきてるし、じゃあ、鴨川の、ここを曲がってくる、素晴らしい空間での遊びと駅前、すごい近いんです。これちゃんと連携して、2つあってこう活性化するように考えると、やっぱりいくつかのスケールや役割分担している人たちがお互いにこう刺激し合わないといけないんですよね。なんか僕、まとめのような話をしていただいてるんですけど、僕、最後に三谷さんに、どんな木をここに植えたいかっていう気が。今まずだとこんな木だと、どんな木をここに植千えたいか。本松原が松ですね。染みついてて、はい。もう私だったら、またもう一回、松前に植わってたんですけど、松林にしたんだけど、はい、一枚を。駅前が松林になってるのは、なんかどっかの城下町か彦根なんですよ。そういうとこしかないんです。だけど、皆さんはどうかわかんないけど、やっぱり東京から来たあそこの沼津の駅に行くと、海の香りがするんです。これ東京が来るとすぐ、子供だから記憶があるのが、この湿度と海の香りが今でも近いですね。それはね、空気が違うんです。これ沼津の空気です。これはね、香りというか、直感的に空気が沼津の空気。で、それは沼津で育ったからかもしれないんですけれども、それを代表するような風もっ景と分かが、りやすいようにして。多分ね、空気もそうだし、空気感も違う。中央公園って駅前と全然空気感違うじゃん。湿度も違いますよ、空気感みたいなのを大事にしたい、感じたいっていうか。そういうものです。ということで、終わらないんですけど、僕もまとめられないんであれですけど、今回まさにですね、僕らが感じてた、
のは、やっぱり駅前とこの旧国営地の南エリアのところ、なんか手段の違いと今日お話になりましたけど、それとともにやっぱり駅前っていうのが、まさに他のエリアとの関係性で、ここはどうあるべきなのかっていうことを議論しないといけない。そのためには、それぞれがなんかこうテーブルに、同じテーブルに立っていかないと、多分役割分担も何もないので、そういうことを今後やっていくし、まあ、同じかでやってますので、ね、おそらくそんなに難しい話じゃ、いくら縦割りと言われても、ないと思いますので、まあ、そんなようなことを来年度向けて、やっていける、いい年度ディスカッ始シまりョンましたね。じゃないかなと思います。ということで、今日のクロストークは終わりたいと思います。ありがとうございましありがとうございました。た。三谷様、加藤様、西原様、今日もありがとうございました。最後に、今度の上松課長の方から、通報にお伺いしたいなと。質問とかよろしいですか。ちょっあれと、はあれだけ。そうです。質問、すみません、じゃあ、僕が長引かしてしまいましたので、どなたか、どなたかって大体出ないんですよ。ねえ、ともひろくんです。今日は面白いお話ありがとうございます。そうですね。いろんな目線で街を見るっていうのを大事だなと思いながら、今日、三谷さんのバスの方から天文浜の方まで見ている話を聞いて、まあ、それぐらいの目線で考えないとまずいなというか、いけないなというのを改めて感じました。はい。まず、加藤です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に、せっかく先陣を切っていただいて、あと、今日はありがとうございました。自分もまあ高校生で住んでる、自分は沼津大臣なんですけど、お隣の富士市、富士に住んでるんですけども、やっぱそういう富士市と沼津市比べて考えてた想像の中に、さらに三谷さんがさっき話してくれたそのこともさらに加えて、あ、こういう街いいんだなっていう自分の理想とかもいろいろ思い出しましたし、よくこう、まあ、富士市の住民なんですけど、よく沼津に来る人っていうの目線でも、まあ、そういう街づくりにさらに貢献できたらいいなって自分も思っております。ありがとうございました。そしたらですね、そのなんかインスピレーション湧いたときに、沼津ってこういう話してるとこんな街なんじゃないのって、こういう絵に描いて、スケッチブックにメモでもいいから書いとかないと忘れちゃうんです。でね、それをね、書いて、こういう街になったらいいよねっていうのは、やっぱり確たるこう愛情ともして、まあ、副市長もそうかもしれないですけど、書いとくのすごく大事だと思います。よろしくお願いします。多分ね、高校生とか、まあ、中学生、小学生が、まあ、自分ごととしてこの街を考えるっていう、すごく大事だと思って、ぜひ、俺が住みたい街を書いてる。自分が将来住みたい街。で、住んでください。で、そう働いて、そういうことを中心に、別に誰かのためじゃなくて、自分が住みたい街を書いてる。それが一番いい。ありがとうございます。今日のお話聞いてて、本当に沼津をこれから素晴らしい街にね、していきたいなっていう皆さんの熱意が伝わってきまして、本当に今日はいい会議にさせていただきたいと思います。沼津とかね、本当に海もある、山もある、特にすぐ近くに神木山があるとかね、こんなに素晴らしい景色があるところがないと思うんですよ。私もね、まあ、東京に住みますけど、帰ってくるたびにね、あちこちに案内するんですけども、特に渡し船を使ってね、魚河岸まで行くなんていうのはね、もう孫たちがものすごい喜んでるんですよね。だからそんなところはね、やっぱりないと思う。そういう視点から行くとね、もっともっといろんなことができるんじゃないかと思います。昔、今の明治神宮がね、普通はただの畑だったっていうんだよな、それが本田清六さんという、神学者の先生がね、あそこに森を作って、今のような形になったんですよね。だからもともと木があったわけじゃなかったっていうんですよね。
沼津もね、もともと気にはなかったところに、ああいうようなね、明治神宮のような、皆が集まるような素晴らしい森を作ったらいいんじゃないかと、そんな感じがしました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、最後にしましょう。最後、大取りを締めていただく高校生、ありがとうございます。本日はありがとうございました。私の方で高校生や地域に住んでいる人が気軽に参加できるようなネットで会議ができるようなソフトができたらいいなとこの会議を通して考えさせていただきまして、それで CG などで風景を地元住民の人が作ってみたり、そういったことができたらいいんじゃないかなって思ったんですよ。誰でも提案できる。はい、はい、誰でも提案できて、で、それが共有できたり、共有できて、それが実現できるようなシステムがあってもいいなって思いました。なるほどね。今だったらできるもんね、それでも。模型なんかでよ。もっと気軽に私だったらさっき学園通りとか発見道路の写真を出して、あかんなと思う。あそこで私はこうマジックで街路樹を描いちゃうみたいな。なんか沼津の自分がいいと思う場所もみんな写真も撮ってアップしたりしてると思うんだけど、もっと集まりたいところを、好きな場所で、まずいと思ってるところも撮って、その上にマジックで描いちゃう。すごい簡単なメモリー。そんな CG じゃなくてもいい。そうですね。そういうのが簡単かもしれないですね。確かに。はい。アイディアをいっぱい貯めて、投稿してください。では、まだまだあると思うんですけど、今日はこれで質問タイムを終わって、はい。すいません、今日は皆様、本当に多くの皆様お集まりいただきまして、ありがとうございました。本当に個人的にはめちゃくちゃ反省もありつつ、面白いお話を聞くことができて、非常に有意義でした。多分今沼津市がこの町づくり戦略というか鉄道放課後の町づくりを進めるにあたって一番困っているのは、やはり熱量、お話にありましたけども、その皆さんの熱量をどうまだまだ足りない、もっともっと集めなきゃというところで困ったのかなというふうに思います。そんな中でですね、やっぱりトータルの場が欲しないんじゃないかとか、そういうところをしっかり完成しながら、またこの街中デザイン会議についてはですね、多分市役所の人間がもっともっと熱量をまず発表する場として来年度以降リニューアルして、もっともっと市役所職員の熱量を発端にですね、皆さんの熱量を集める場になっていくんじゃないかなと、そんなふうにちょっと思っていますので、ぜひぜひまた次回ですね、こうやってお集まりいただければなというところで挨拶とさせていただきます。本当に今日は皆様ありがとうございました。それでは本日の会議は以上で終わりとなります。今日ですね、会場の方には約33名の方をお越しいただいて、ネットの方もですね、大体20名ぐらいの方が視聴いただきました。多くの方にご参加いただきましてありがとうございました。今日ご来場いただきました皆さんの方、終わりたいと思います。では以上で会終了となります。ありがとうございました。気をつけてお帰りいただければと思います。